武将山、今場所は膝にテープは見られません。立ち合いです。入りかけた、突き放していく、突き落とし、島津海の勝ち。もう突き放すことはできましたが、武将山先場所と同じくやはりちょっと足が最後出ていきません。中に入って動いた、動き勝ち、島津海、十両二場所目、初日二日目連勝です。白縫さんのおっしゃる通り、まず入ってすぐに動いていきました。左の前回し取った、平戸海攻勢だ、押し出しました、平戸海の勝ち。前回し、矢後が左の前回しですが、中に入っていった島津海です。島津海がそのまま休まずに寄り倒しました。島津海の勝ち。右変化、突き落とし、塩嵐初日が出ました。1勝4敗、島津海は3勝2敗。組みました、突き放した、振りほどいた栃丸、下がらない島津海、押し出しました。差し込めないと見るや、今度は突きに変えました、島津海の勝ち。島津海勝って4勝2敗、栃丸敗れてこちらも4勝2敗です。差しで争い、刺そうという錦富士の押しだ、来た、あ、大丈夫でしょうか、島津海が審判です。押し出して踏み込んでいきました、貴健斗、あてがって休まない貴健斗の攻め、中に振った、島津海上手を切った、巻き替えに来るところ、寄り切り、島津海の勝ち。厳しい攻めを見せました島津海、十両2場所目の今場所勝って5勝3敗、貴健斗敗れて4勝4敗です。いや、島津海がいい攻め見せましたね。上手を掴んでいったが、島津海が右が入って左はまだ、熱海富士が捕まえた、休まない攻め、島津海万歳のままよく残しました。寄り切り、熱海富士。差しで争い、手刺そうという錦富士の押しだ、押し出し相撲でした。あ、大丈夫でしょうかね、島津海が審判の親方という相撲になりました。6勝目です。押し出して、もろ手突きから突き落とした、千代丸、はい、島津海5勝6敗です。中に入ったもろ差し、いい体勢を作ったのは島津海ですが、突き落とし、大翔丸の勝ち。島津海は形を作りましたが、もう一つ足が出ませんでしたか。中に入らせないようにしていますが、弓なりになって中に入った島津海、取り切りました、島津海が勝ちました。6勝7敗、千代の国敗れて4勝9敗です。これで連敗を止めて6勝7敗となりました。時間ですね、失礼しました。島津海と天空海です。掛け投げをこらえました島津海、寄り切り、中に入りました島津海、島津海が勝って7勝7敗星を五分に戻しました。天空海敗れて4勝10敗です。巻き合いに行く、左を抱えた大奄美、巨体で出る、寄り切りました。どうか、島津海敗れて7勝8敗、北
2場所連続の勝ち越しはなりませんでした、東の10枚目。